今回はジャンプ史上最強の狂気作、幕張を紹介しよう。またヤバそうな作品が出てきたわね。内容もさることながら、ラストのインパクトがヤバいことでも有名な漫画だぜ。ヤバいラスト？ああ、本作は打ち切りエンドになるんだが、一言で打ち切りと言っても、そのラストを締めくくる演出は様々だ。時間ぶっ飛ばしエンド、俺たちの戦いはこれからだエンド、夢エンドに至るまでな。確かにいろいろあるわね。そんな打ち切り漫画の中でも幕張は衝撃的で、連載終了から時間が経った今でも語り継がれているぞ。そこまで言われるとめちゃくちゃ気になるわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。幕張は1996年から1997年に、週刊少年ジャンプにて連載されていた北康明先生のギャグ漫画で、単行本は全9巻となっている。90年代って言えばジャンプ黄金期じゃない？そうだな、ドラゴンボールにスラムダンク、悠々白書といったレジェンドたちが連載されていた時代だぜ。そんな黄金期の中で異彩を放っていた作品が幕張だ。黄金期のエグい面々の中でも存在感があるってよっぽどの漫画なのね。そういえば北先生って喧嘩シリーズの北先生よね。そうだぜ、第一部の喧嘩商売と、解体した喧嘩火曜が第二部として連載されているぞ。とは言いつつ、現在は長期連載ストップ中なんだがな。幕張は名前の通り、千葉県幕張地区の高校が舞台だ。今更だけどギャグ漫画って言いつつ、表紙が普通に野球漫画っぽいわね。ミスターフルスイングみたいな野球ギャグ漫画ってことかしら？いや、野球は一切しないぞ。へ？というか主人公が野球部に入る理由からすでにぶっ飛んでるから、ストーリーを解説していこう。中学の卒業を間近に控えた塩田哲人と奈良茂雄。高校に入ったらバスケ部に入部しようと誘うなら、しかし、バスケはダメだよ。と断る塩田。面白いし女にモテると食い下がるならだが、断る理由が、ジャンプにはもう、スラムダンクがあるから。とのことだ。作中にジャンプがある世界観なのね。スラムダンクがあろうが、キャプテン翼があろうが、好きなものをやろうぜ。と必死に勧誘するなら、しかし、バカ野郎同じ雑誌に同じスポーツは必要ないんだよ。同じ雑誌ってもはや誰目線や。奈良だけにおすすめの部があるとして、セクシーコマンドオブを勧めるんだが、それだけは嫌とのことで、野球部あたりに落ち着くんだ。斬新すぎる部活の選び方。奈良は小学校に上がる塩田の妹を思っている、小、者であることをさらっとカミングアウト。さらっということなのか。お腹が空いたら、弱みを握っている野球部顧問に半ば脅しでおごらせるなど、冒頭からかっ飛ばした展開を放り込んでくる。早速やべえ匂い。だがこの作品のヤバさは他にもあるんだ。どのあたりかしら？初っ端からジャンプ作品の名前が普通に出てただろ？その流れ出た作品のパロディはもちろん、当時の時事ネタ、実在の人物をいじり倒し、さらには今では絶対アウトであろう下なネタをぶちかましてくるんだ。ヤバさ全部盛り。例えば奈良がケツをやられる話なんかよく掲載できたなと思う内容だ。ダメなやつよ。ケツを狙われた奈良なんだが、彼は作中屈指の屈折思考者として描かれており、その狂気っぷりは凄まじく、必殺技奈良尽くしに至っては、もう解説することすら無理な内容だ。そう言われると気になるじゃない。ものすごくざっくり言うと、あれをあれした状態で相手に抱きつき、あれを密着させることで精神的ダメージを与えるという技だ。聞かなきゃよかったわ。だろ、まあそんな彼の存在が幕張を伝説作品たらしめていると言っても過言じゃないぜ。とは言っても、彼以外も基本的にはまともな人物は出てこない。みんなネジが2、3本吹き飛んでいる。そんな過激内容でも、まだ架空の登場人物同士ならなんとかセーフだったのかもしれないが、前述の通り、実在の人物が多数登場してしまう。ぜひとも登場したくない内容だけど、例えば花坂天使てんてんくんの作者、小栗先生。七六会という、他人の恋愛を妨害する目的で結成されたモテない男たちの集団があるんだが、小栗先生モデルのキャラはその一員にされている。登場だけでもあれなのに、作中でまさかの奈良同様の展開を迎えてしまう。なんちゅうことを、これにはさすがに抗議があったらしい。でしょうね。他にも緑の巻き場王の角丸先生。なんかわかんないけど強烈なボディブロー。まだまだ他作品キャラも大量に登場するぞ。例えばこのシーンは誰か一目瞭然だな。ジョジョのシルバーチャリオッツじゃない。他にもスラムダンクの安西先生、すごいよマサルさんの花中島マサル、世紀末リーダー伝のたけしなど、誰もが知ってるキャラがあちこちに登場する。
さすがに出しすぎよ。もう何の漫画かわからないわ。てか他漫画のキャラ同士が混ざってるじゃない。マサルさんの髪型をしたザワールドがウォンチュッと言ってたり、マキバオウの顔がザワールドになってたりと、混沌を極めてるな。さらに終盤ではジョジョの登場人物大集合だ。はちゃめちゃが押し寄せすぎよ。これだけでも十分やりすぎ感はあるんだが、さらに突っ込んだネタも登場する。まだあるの？とある話で実在のタレントを皮肉るシーンがあり、この話の時報から予告なく救済となってしまうんだ。あらら。その後、救済明けの巻末コメントでは、謹慎と表現しており、単行本ではしっかりと内容変更されているぞ。リアル大人の事情じゃねえか。さすがにこれでもう危険なネタは書かないんじゃないかしら？いやこれで終わらないのが幕張だ。先ほど紹介した基地6階、その最古3メンバーである鬼平久義。そんな彼のモデルは、当時の担当編集である平志氏だ。担当編集者が登場するのね。そうだぜ、平志氏が担当した作品には、人空や遊戯王、大蔵もてキングサーガなどなど、知ってるって人も多いんじゃないか。大蔵もてキングサーガは以前紹介したわね。ちなみにバクマンという作品にも本人として登場しているぞ。大人気じゃない。そんな平志氏をモデルとした鬼平なんだが、作中でのいじりがエスカレートし、最終的には実名が出されてしまい、暴露的なネタをがっつり書かれてしまうぞ。実際にこれが元で、公的書類を書くことになったとかなってないとか。影響でまくりじゃない。これに対して作中では、北くん、これは勘弁して。というカットが載っており、それに対して、内緒の相談は全てバラす。と決め顔で返しているぞ。いやすげえやりとりやな。まあそんな編集者時代を経て、現在は取締役になっているようだぜ。すご、人生何があるかわからないわね。そんなぶっ飛びカオスな幕張なんだが、そのラストはさらに狂気じみたインパクトだぞ。すでにお腹いっぱいよ。最終話まではこれまで通りのギャグ展開なんだが、最終話でいきなり作者が登場する。カウントダウン TV をご覧の皆様、こんばんは。幕張を変えてるやつです。こんなところで本人登場？てか音楽番組だったのかこれ？本作の主人公は誰なのか？という読者の質問に答える流れで、この話が最終回ということを伝える。塩田屋ならはどこに？出ないぞ。ホワイ？代わりにアシスタントたちと会話している。そこでアシスタントの一人が、なんで急に辞めるんですか？と尋ねる。後ろで打ち切りコールされてますけど、その質問に来た先生は、やってられるかボケー。とちゃぶ台返ししながら心の叫びを吐き出す。な？そこから連載中の苦悩や不満を暴露しまくる。もう嫌なんだよ、せっかくの合併号の旅にわざわざ病院行くのは。と漫画家の苦悩を語り、最終的に幕張の主人公は蒲生博士だったとして幕を閉じる。は？さらに最後の巻末コメントが、俺は自由だ。だぜ。何をどう突っ込むべきか困惑極まりないわ。だよな。ジャンプでは通称がもうエンドだが、単行本では別の終わり方が書かれている。それは自分の代が巨大すぎて流せなかった、とのことで連載を続けるのが無理になったらしい。どっちの終わり方も意味わかるか。同感だ。そもそも最終話なのに主要人物たちが出てこないのよね。ああ、作者の独壇場だ。他作品を散々パロリ、作者たちをいじり倒し、担当編集までネタにした挙句、やってられっか、俺は自由だ。とシャウトで終わった作品は他に類を見ないぞ。まさに狂気の漫画よ。本人の後日談として、あの時やめていなければ幕張の代わりにブレイク前の遊戯王が終わっていた、と語っている。ってことは遊戯王がブレイクした影の盾役者ってことかしら。これについて遊戯王サイドからは正式なコメントはなく真偽不明だ。なんやそれ。遊戯王も幕張と同じく平氏氏が担当していたから、もしかしたら何かしらの情報共有はあったかもだがな。さてそんな狂気の漫画幕張が打ち切りになってしまったんだが、その理由は過激すぎたに尽きるな。特にハードな下のネタが全開なのが特徴で、ギャグは好きでもそっちのネタは苦手という人にはかなりきつい内容で受け入れられなかったと思うぞ。また他作品のパロディネタも、好きな漫画をネタにされて不快に感じる読者もいたはずだ。そういった読者たちからは、有無を言わさず敬遠された可能性も高い。ハマる人はとことんハマるが、苦手な人も多くなってしまう作品ってことだな。好き嫌いがえげつなくはっきり分かれる作品ね。とはいえ、いろんな意味で今でも語り継がれる作品なのは間違いない。多分これから先も忘れることはなさそうよ。
幕張を知ってるって人はぜひコメントしてもらえると嬉しいぜ。未読の人はこれを機に、狂気の漫画を覗いてみるのもありよ。最後までご視聴、ありがとうございました。